これはさすプロ。さすがにもうプロ。指と喉が若干やられたけど、さすプロ。私もなんか肘やられてる。よし。速攻クリア。もうドーン。画面酔いのこと何も考えてなかった今。すごい。画面酔いはちょっとしてる。これは入ってない。今宵は入ってない？ああ、もう元気よこ。あの、なんとしたの？いや、いつもあるとこいなかった。病室の鍵一個。オッケー。向かい側ロック。ここはないよ。これは私は画面酔いなのか、ヘッドホン酔いなのか。それもあるかもね。なんもない。重たいのよヘッドホンが。なんもなし。なし。さっき刺さってたとこにもなし。なし。なし。あ、それ。いた。エタノールいらないなす。はいよ。そっちの部屋は？なす。ああなす。ここああここジャンプした先に鍵あったりするけどなす。よし行きますか。ですね。待って、あ、また、いいや、先に開けてからでいいや。右左どっちがいい？右行くか。OK。はい、ちょっと待ってね、下先行きたいところが。全部見ます。いいか、ついでに下の。下の。あ、持ってる、このおじちゃん、このおじちゃん持ってる、珍しい。おじちゃん持ってるタイプだった？おじちゃん持ってるタイプだって。ああ、取れない。おじちゃん。おじちゃん、あれ取らないとダメなのか。おじちゃん、それちょうだい。あ、おじちゃん。おじちゃん。おじちゃん、ちょっと待ってね。今、ニキビ全部潰してあげるから。あ、ニキビおじちゃんが持ってたの？うん、ニキビおじちゃん持ってる。おい！もうあれ無意味なんだと思ってた。管轄室の鍵ゲッチュ。いいね。ゲッチュ。病室の鍵もう一個ゲッチュ。ああ、調子いい。ああ、怒ってるめっちゃ。もう幻の回が一回あったんだけど。確かに。あの回は病室の鍵がなさすぎて積んでたもんね。そうそうそう。そう考えると今回はもう一瞬よ。あっていうふり。ああ、危ない。いや、危ない、危ない。いや、いや。いや。殺されました。お兄さん、お兄さん、やられた時はやられたと。いや、やられました。殺されました。いや、俺のいいやの声は大体混同されるときの声だ。それでも察してほしい。わかった。頑張る。お姉さん頑張る、ね。あ、ちなみに目の前にいるから気をつけて。いつも大体俺がここでやられた後に、部屋出て殺される。うん、気をつけて。どこだろう？今どちらに？ああ。ノール気をつけて。大丈夫。ちょっと俺え2階、2階ロビーまで戻る。さすが2階ロビーまで。ここまでは終われないよね。ああ暗すぎ暗すぎ暗すぎくん暗すぎくん
はい、どうも。じゃあそちらの病室任せますわ。はい。おぼおい。わお。目の前。ガスボンベだけ欲しいんだけどさ。そうなんだよね。正直今いるのってガスボンベと燃料だけ？うん、そんな気がする。あ、これお掃除道具。新じゃあ比較宿的。のおじちゃん。あ、誰か鍵は見逃さないように比較しておかないと。そうだね。でもさっきのもなんか見逃したっていうよりそもそも見てなかった気あ、がするごめん、死んだ。あ、バリ死んだわ。ロビー行くわ。オッケー。オッケー。え、何それ。スマブラのですの、まあね。オッケーって。ロビーでお待ちください。はい。2階ロビーでおああ、待ちく2ださい。階ロビーでしたか。あ、そんな、来てらっしゃ、あ、来てくださって、危ないですわよ。大丈夫ですか？あ、ありが大丈とう。夫です。あ、大丈夫危でないですす。わ。ぜえ。看護師さん、死んでも働いて。そんな、看護師さんを、あ、慈しむ心が。お疲れ様です。嫌よね。危ないです。嫌だとは思うけど。あ、ダメ。あ、ごめんね。ごめんね。死んだらごめん。大丈夫だった。うん。もさ、もう無理に頭つかなくていいの。ねえ、看護師さん、ちょっと、裏部屋の看護師さんみたいに働きすぎよね。コーヒー飲んでたかん。あ、ごははは。めん、落ちて死んだ。え、落ちて死んだ？うん、落下死した。あ、落下死。落下死。今どちら？さっきと同じとこ行きますわ。ありがとあ、やばいのです！う。やばいひろのでちゃんす。の姿は、あっちか。やばいかな。やば、やばいかも。うん、足音する。ペタペタ。やばいかもね。あ、そちらの病室に行ってくださったのね。そうです。ちょっとお待ち。そこのね、お部屋。あ、今多分、まひろちゃんがいるお部屋だと思うんだけど、そこに鍵が1個あるはずなんだよ。あ、本当に？うん。それを取ろうとして私は背中から刺された。背中からこの針で刺されたらもう、もう終わりよね。プスよ、プス。肺にプス。こっちですよ。お待ちになって。あ、助けます。ありがとう。オッありケー。がとう。ここここ。本当だ。治療室だ。地下か。ああ、地下か。またライブラリーも開いてないわし。あ、ここにも鍵が。屋根裏部屋の鍵が。お。おお、いいね。屋根ぶる、屋根。今刺されなかった一瞬。うのある。ん。うん。見えてた？ああ、なん助かっか、たの？助かった。一瞬だってオレンジになってる。え？ギリ回避か。ねえ、可能なんだね。でもガスボンベ、何の成果も得られてないよ、私、今のところ。
私？ライブラリー行きますわ。なんもないわね。ないね。ん？なんかいる？あ、ガスボンベやっと1個だ。あ、レバーだ。出たレバー。生レバー。でで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 で。生レバー怒られそうだね。今じゃなくても怒られるか。生レバーはちょっと食べたくないな。あ、実験室。実験室キー。録の公式。鍵。地下室の鍵。OK。 もう病室は用はないということにしとこう。うん。実験室ってどこだっけ？検出は、さっきの、うん。病室のとこの右のとこじゃない入って。あれね、研究室だった、今、行ったら。ああ、研究室か。実験室どこなんだろう。治療室あるから、地下行っちゃおうか。な！あのバルブってさ、あの蒸気ってさ、いつの間にかなくなってたけど、あれってなんでだっけ？ん？蒸気？そう、あの地下室のさ、蒸気。ああ、うん、後半なんかいつの間にかなくなってなかった。ああ、なくなってた。なんか押したのか、ボタンね。感化室のスイッチに謎に押すとこあるんだよ。あそこ押したらもしかしたらああ治ってんのか、ノアルがあの押してたスイッチのうちのどれかが作動したの。地下室か屋根裏か行こうかな。今ね、地下室の治療室に来てる。で、治療室は相変わらずこのエンディングではいらないかなって感じ。屋根裏行きます。 OK。 なかなか、あー、なかなかね。え、もしかしているあ、いるの。この部屋開かないもん。あ、鍵見つけた。研究室の鍵。お、いいね。研究室はあそこだね。あそこだね。あ、待って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 。あー、痛い。うっ、くっ、う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 っ、ガスボンベ、あ、何？やられた？あ、やられました、はい。声でさせてください。こう乾く？屋根裏開かなくなっちゃった、閉じ込められちゃった。どちら？屋根裏です。 OK。 OK。開ける。開ける。開けたね。大丈夫、怖くないよ。いる。いたね。あ、すんごい怒ってる。ちょっと踊り場まで戻ります。実験室がどちらかしらっていう。地下にもう一回行ってみようかな。地下のさらに降りたところって実験室だったりしたっけ。あ、覚えてないな、うん、地下だっけ。そう、あ、ベッドの鍵見つけた。あ、いいね、それは大事大事。
ああ、実験室あれだ。あ、じゃあね、じゃあ。実験室あれでした。実験室はあれでした。あれでした？別のエンディングの最後のお部屋でした。ああ、そこですか。あそこに。まあ、あそこさっき見てなかったから、あそこにガスボンベ1本ある可能性も。何ここ？なきにしもあ何らここ？ず。え、こんなお部屋ありましたっけ？ありました？どこですの？こんなお部屋があったかどうかわかんないし、ただトロフィーが拾えるだけの10円トロフィーが拾えるだけだった。何ここの部屋、すごいロマンあふれる開き方はした。いらない部屋でしたか。いらなかった。もしかしたらここ1000ポイント部屋になることもあるのかも。ああ、なるほど。さっきのコーヒー飲んでるナースさんがいるだけの何のポイントをもらえない部屋よりはマシだね。いや、あそこは実は1000ポイント部屋になるのかもしれない。ああ、そうね。ガスボンベ2本になりました。お、いいね。やばい。ああ、もうやだ。この人。痛い痛い、やばい。これはあれかな。度胸でいくわ。うん、OK。感化室、ごめん、いけなかっ開けるただけわ。開こう。あはは、いけなかった。いけなかった。やめとこ。感化室、とりあえず扉だけ開けといて。オッケー。ちょっと感化室の入り口のあたりに今いるわ。うん、そっちに向かうから、いろいろやってて。うん。あ、これを回せばいいとかあるかな。今持ってて使えてない鍵が別棟と研究室と地下室の鍵3本あります。お、すごい。別棟と研究室と？地下室。地下室。あ、地下室。あ、地下室じゃあ一緒に行った方がいいな。後にしとこう。うん。じゃあ、感化室行こうかな、私も。うん、一緒に行くよ。ち一緒に探索しよょっと今一人で行ったら殺されそうだからまだ。う。感化室の入り口まで、ハイハイしてる。うん。あ、車椅子が自動で動くっていう心霊現象か。そんな、解説しないで。起きてる今、目の前で。ぽいぽい。ありがとう。わーい、ありがとう。左から行ってて、そっち開けいるらっわ、しゃる。鍵。いらっしゃいます。あ、オッケー、オッケー。いらっしゃいました。オッケー。ガスボンベ1本あった。いいね。今3本。合計5本。お、じゃあ、あと4本。ここ開けたよ。ありがとう。一応変な裏部屋はあれなのかな？ ねえ、ご健在かな。入ったら見つかんないのかな？ああ、ある。ああ、ねここって隠れられる部屋なのかな？え。ねえ、ポイントなんもない。あ、トロフィーあった。あ、ほんと？10円、10円。10 円？ 10 円かい。10円トロフィーがあった。で、一応毎回なんかもらえそうだね、見とけば。そうだね。そのたまにじゃあトロ1000フィーポイン部ト屋あったが、りするのかもしれない。あ、鼻で笑った？ね？何が？今、まひろちゃん鼻で笑ったのかと思った。俺じゃない、俺じゃない。
じゃあ。あ、ガスボンベ1本あった。いいね。あと3本。あ、燃料あった。おお、いいね。ちょっと調子良さそう。ね。あ、で、謎のレバー全部あげとくわ、とりあえず。オッケーオッケー。それあげとけば、地下室もしかしたら。あ、やばい。まずい。やばい。やばいです、やばいです。どっちかだけでも。逃げろ。あ、逃げられた。とりあえず最初はって。ごめん、私隠れられるとこない。今まだ行ってる、そっち。もしかしたら。頑張ってる。えっ、ああ、隠れた。オッケーオッケー。ああ、音もなくなった。うん、あ、やばい。大丈夫？大丈夫。くしゃみ？違う、咳。目の前には目の前にしかも特に動かないんだけど、このこの方。いいか、私一回出るわ。ん？あ、無視。あ、なんか壊れちゃった、その人。壊れちゃった。あの化け物が徘徊してる時ってさ、うん、あのナースさんたち、あの確か足をさ、うんうん、床につけてなんかおじいみたいのしてなかったっけ、爽快心みたいな。そう、先生に対してってこと？あ、そう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 。あれは先生なのか。うん。それとのタイミングで今バグが起こったのかもね、もしかしたら。ね。先生が徘徊してるとし。これなんで開かないんだろう。これわかんないや。私これ上げちゃったから開かないとこあるから。ん？そこの部屋はね、もともと開かないよ。あ、もともと開かない？あ、そうなんだ、うん、じゃあ全部開けとこう。レバーのどっかマークがあれば。ああ、それで開くのかな。レバーのなんか謎解きみたいのがどっかにあってね、もしかしたら。It wasBurned. None. これは？押した。あ、開いた。なんか普通にスイッチが開いて、開いてだって、あって、開くだけだった。あー。あー、やばい。やばい。あそこにあったのね。看護師さんずっとそこにいらっしゃる。よいしょ。ボンベも一個見つけた。あ、いいじゃん。ボンベ5本。調子よきじゃん。ノアルは何本だっけ？ 2。じゃあ、あと2本だね。研究室の鍵があれば。あ、あるよ、研究室。あ、じゃあ、もう1本確定。で、別棟の鍵があれば。もう一本も確定かな。オッケー。あ、やばいかも。し、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 あ、落下。生きた。ははわ、てるん。研究室使ったけど、研究室使ったけどさ、うん、今特にガスボンベなかった。あ、ほんとなかった。うん、じゃあそこもランダムなんだ。じゃあ別棟行きますか。別棟行けますか。あ、研究室の机の上乗ってたらね、なんか助かった。そこは
そういうもんなの？当たり判定なかった。そういうもんなの？それは。やばいです。し、し、あ、なんで、あ、あダにメ。あ、当たった。すん、すん。べっとう、べっとう、どこだ、べっとう。どこだ、べっとう。僕のある。あは、私ごめん。あ、オッケー。こっちまで来て、じゃあ。オッケー。ごめんね、看護師さん。うわあ、すごい。剣が。剣。剣。ははは。自分のマーク見てみたいな。どんなんなんだろん、俺も。う。ひろちゃんのはもう海賊旗って感じ。ああ。ドクロの後ろになんかバッテンついてる。あ、本当にあんな感じか。オッケー。わーい、ありがとう。ベッド、ベッド。あ、ワンちゃん。ワンちゃん。ベッド、ベッド。こちらです。そちらです。そちらですが。いらっしゃいます。追われてった。あの、あれ刺されるよ。あれ？あ。入れなかった、今。入れなかった。入れなかった。悲しい。どうしてどうしてどうして、お、ここで腰、柵越しで、いや、いけるかな、俺。え消えない悲しみも。マジ、そこ、腰いける？ああ、もう全然渡れない、ここ。腰いける？いけなそう。行きます、そっち。うん、切って。あらららら、らシフト押しても意味ないのにめっちゃシフト押しちゃう。あ、先生が、あ、ありがとう。オッケー。あ、先生逃げられた。まだ追われてる。うん、あ、オッケーオッケー。多分一回入れば、あ、うん、ベッドここベッド。ボンベ1個。はーい。ここベッド。あ、そんな蹴らないで。あれ、まひろちゃんどこ行っちゃった？あー、ごめん。なんか止まりしちゃった。あれ、まひろちゃんがいない。あ、いるよ、ここに。よいしょ。あ、開けてくれた。うん。あ、ボンベ1個。いいね。今私3。6。お、あれ、じゃあ揃ったじゃん。やったー、行こう。やった、行こう。しれっと。しれっと揃っちゃった。まひろちゃんめっちゃ拾ってくれてた。ははは。あそこにまだいらっしゃい。勇敢。います？勇敢というか無謀というか。ははは。はい。ほい。ほい。はい。発電機燃料入れてくれた。燃、発電機燃料って下じゃない？ここじゃないんじゃない？地下。発電機どこ？あ、地下。ちょっと不穏な音になった。ね、進んじゃったから。地下の展開。うん。あの、さらに、あ、地下のあれか、バルブの先か。あれか。あー、なんかあったね。行きましょう、地下に。急ぎましょう。急ぎましょう。痛い痛い。ぜ。脳の別の方向で行きましょう。あら、ここまでいらっしゃるのね。結構執念深い。絶対許さない。
発電機燃料入れるスイッチするよ。電気回路をオンにするか。これが意外と難しいかもしれない。なんかいろんなとこにオンするものあったもんね。あったね。コントロールパネルがわかんないな。何来ました。まだガス出てるね、地下の。ね、あれ何のタイミングで消えるんだろうね。直さなきゃいけないの。なんか、うん、回さないとダメかも。止消えまった。た。ああ、なんだ、回すだけで止まるんだ。あります。いらっしゃいま。ここに1個隠れられる。あ、俺、ボンベがまた1個ある。嘘。ボンベってそんな。ボンベって必要以上にあるんだ。ねえ。怒ると1ステージのお香はそんなに優しくなかっな、たのに。本当だよね。お香ぴったり24個だったもんね。あれ、怒ってフィアセラピーじゃなかったっけ？あ、フェアセルフィーだ。怒ると1個目はあれだ。古物商だ。違混う意ざっ味で混とざっる。てる。ここだ、ここ、ここ。あ、ここ燃か。料入れる。うん。スイッチをこれかな？うん。入れた。入で、れた。このレバーだ。レバーをひたすらオンにしていく。はいはい、外とかにあるやつか。ね。うーわ。もう思い浮かばないよ。下にあったっけ？こっち側って。ちょっとちょろって見てくるわ。うん、見てきて。ほんじゃ、地下室ちょっと行けたら行行けたら行く？こ うん、あ、治療室にはなさそえ？あう。ー。はっ、はっ、はっ、はりん。気をつけてー。外に1箇所あったのはなんとなく覚えてんだけど、そうね、外はあったね。あとどこだ？室内にあったっけ？ほとんど外かな。室内もあったような気がするけどな。うぎー、覚えてないな。このバルブ関係ないもんな。これ落ちても平気？死んだらごめん。うん。機械室にはないね。あ、生きた。2個つけた。え、それ外？外。なんかあの現場の近くにも1個あった気がするから、そっち行ってみるわ。現場。現場の 最後っぽいとこ。ああ。あ、それで言うと、感化室もなんか一個ぐらいあった気がする。あー、それで言うとあのなんか公開実験室みたいなとこにも1個なかったっけ？あったかもあー、な。ないっけ。ちょっと感化室見に行ってみるわ、じゃうん。コンパね。何？どこの話してんだろう。あ。いや、コントロールパネル多分さっき、別棟で、あれだよね。別棟にコントロールパネルあったよね。あ、別棟の中の話か。じゃあうん。別棟の中にもちょっと行ってみようかな。ん？これはさ、これ最後もしかして。それは最後。あ設の置を起動するも動かないし。設置って何ですか、私。あれじゃない、陽極設置みたいな。ははは。仮想度。あ、え、あ、あ、あ、え、あ、あオッケー、大丈夫、隠れた。感化室だけいるのって。ー、ごめーん。うん、感化室だけど、今外に出れる。感化室か。感化室の外へのあれ出何口。それ？今のあれだ、ただ驚かすやつだ。感化室の外への出口、今、いた、来た。オッケー。あ、今見えた、ノアル。ただ、ナースさんもいる。ここ。歩いてる。どあのこ？化け物への、ああ、ここ、目の前。
はい、どうもー。このコードを追っていくしかないのかもしれないな。そう考えると、あの丸いところに2個あるね。そうだね。研究室の中に2個あるかも。そっちが行ってみる。ん？違う。ここに繋がってんだ。なんだこれ。ここ。コードの張らせ方がもうすごい。見る人が見たら怒りそそれはそう。人間回路が全然見つからん。ごめん。やられました？やられました。感化室行きます。はい。あー、こんな地面這いずり回りたくない。あ、感化室のさっきの出口にいるよ。あ、やった。行く。ほいほいほい。シュッ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 シュ。ありがといる？もしかして。あ、気のせい。う。ええー、電源回路。ここにコン。あ、ここ回せない。なんでだ。順番がある。そんなことはないよね。そんなことはないでしょ、さすがに。回せるやつと回せないやつがある。なんでじゃ。この赤い線がつながってる場所にありそうじゃない？全部。そうなんだけどね。そうなんだよ。そのはずなんだよ。不思議じゃろ。不思議だね。なんか回せないところがいくつかある。ははは。あ、なんか小指死んできた。俺もそこ。まるちゃん、一瞬トイレ行ってきてもいいですいってらっしゃい。か？ははは。ごめんね。ちょっと隠れとくわ。隠れた状態でいってらっしゃい。あとは？いや、どこにあったか覚えてないな、本当に。にゃんにゃも。にゃんにゃも覚えてないから、もう上から、上からってか、行くしかないか。こんな上の方にあったりする？覚えてないから。どっちに行く？あ、そっちね。え、どっち行く？そのまま戻ってきちゃう？これ。あ、行った、そっちに。そしたら、こっちから行く。制された。ひろちゃん追い出しちゃった。 ここにいたんかい。 ごめんね、ひろちゃん。死んだらごめん。死んだらごめん。あ、ひろちゃん帰ってきて。あ、ひろちゃん追い出すと思わなかったんだ。 まずいまずい。あ、ひろちゃんごめんね。ひろちゃん、あひろちゃんには黙っておこうかな。 あひろちゃんごめんね。早く帰ってきて。もう死ねないよ。え、なはるちゃん。あ、どうした？なはるちゃん？なんか俺出ちゃってる。なんか、あれ？死んでる。あ、なはるちゃん。なはるちゃん？なはるちゃんさ、俺のとこ来なかった？ねえねえ、なはるちゃん。なはるちゃん。俺のとこ隠れなかった？なはるちゃん。
かった。なんでいたずらしたもんしかして。だってそこにいると思わなかった。よかった、早く帰ってきてくれて。やってくれたね。わざとやったよね。わざとじゃないもん。よかった。ちょっとさ、あの、うん、ライブラリーとかになりそうじゃない？なんか赤い線2階にさ、走ってたよね。走って、2階のあの、公開実験室みたいなとこに2本繋がってたんだけど。公開実験室か。あそこの2本は違った。ああ、じゃあ俺屋根裏見てみようかね。屋根裏まだ見てないね、きっと。あ、屋根裏ね、さっき屋根裏行こうとして死んだからちょっと見てないや。あ、このライトはマヒロちゃんのライトが透けてんのかしら。なんか、うん、税の数増えてない？なんか増えた。今すんげーいる。これ飛び降りたらびっくりするんだろうな。誰か。これず、え、ナイス、ナースさん。あ、目の前に来たってなる。あ、ナースさん2人が、あ、え、ナースさん今、うん、お互いすれ違う時に差し合ってる。え？すんごい現象見えた今。差し合ってる？うん。お互いがお互いをね、今刺してた。威嚇して。え？そういう習性もあるんだ。あ！あ、やばい。オッケー。やばい、隠れます。私も。私。危ねえ。いけた？まだだ。あ、ちなみに地下室の鍵まだ使ってねえの。地下室の鍵ってあのど真ん中かもしかして。地下室の鍵、あー、燃料開け、燃料やったとこの奥だ。あそこまだ開けてないね。あそこか。あー、やばい。ん、私追われてんの。やられた俺。私、ごめんごめん、やられた。ごめん、私もやられるかも。生きる。逃げて。あ、逃げて、逃げて。ごめん、やられた。ごめん、私。やだ。やだ。生きて。あ。屋根裏、やばい。屋根裏やばいな、ここ。生きた。ちょっと、ここね、めちゃめちゃやばい部屋だと思うから。屋根裏に行くね。じゃあ。うん、ちょっと待ってね。あ、部屋閉じられちゃったかな。暗すぎて何も見えない。気をつけて、屋根裏2人徘徊してる。2人もいたんだね、屋根裏って。ね。あ、開いてるよ、全部。開いてる？あ、うん、本当だ。あ、そっち？あれ？どっち行く？どっち？あー、そこ？ここ、あー、ごめんごめん。ちょっと暗すぎて何も見えない、これ。いた。え、2階踊り場で会おう。あれってついてるっけ。あ、つけたな。オッケー、上行ってから地下攻略するか。うん。何この音。え、チュウ。なんだこれ。この部屋なんもないわって。なんもないや。なんもないよね。うん。地下行こう。徐々に人数増えるとかあるかな。なんか、うん、そんぐらいの気はするよ。あっ、ってこっちか。そう。うわ、いた。ほんとだ。あのまま左行くから右に行こう。うん。
一旦ね。あ、落ちた。どこだ？開いた。ストン。ストン、ストン。よし。スコーン、こいけスコーン。ここだ。いっけ。わーい。わーい。あ、ここってあそこか、先天部屋か。ああ、そうだ。ちょっと行ってみようか、先天。うん。また先天あるの。あ、あ。ん？あ、違ったわ。もうちょっと、深かった。あ、飾られてる。取ります。わ！なんて？先天。わあ、来た！ははは。え、本当にここ確定先天？確定先天だとしたらいいね。で、地下室の鍵を手に入れれば、先天もらえる。先天もらえるんだ。命がけだけど。意外と。でも、じゃあマラソンできるね。できるね。ナース服にゲットできる俺も今回で、ね、石と石も解放できるかも。私も両方持ってるよ。あ、やれた。あー、戻ってきて。こっちダメだった。気をつけ て, て, て気をつけて。ナースさんってもしかして、うん、このぐじゅぐじゅからワープする？え、そうなの？今ぐじゅぐじゅの中に突っ込んでったナースさん。へえー、やべ、電源回路が全然見つかんない。あー、なんかキャンセルされる。バイ。ゲイ。私何も武器ない。あ、武器ない。いや、見つかってる？もしかして。あ、見つかってるね。じゃあ、おかげさまで。あ、ごめんなさい。 おかげさまで。あ、でもごめんなさいした今。うん、やられた。ごめんなさいしてる。一回来れる？一回か、地下の、うん、地下でもいいや。地下の戻る戻る。そう、治療室の鍵。うん、ロビー行きます。あ、オッケー。あー、どこだっけね、全然覚えてないね。回路まで考えて生きてんだった。なんかたまに見かけるぐらいにしか思ってなかった。そう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 、8位のやつあるなって思ってたけど。そう、感化室もなさそうだったしな。なんでここ、私ちょっとどっか隠れてるね。うん。ここで会心来たら終わるわ。そうね、そう、会心来たら。あう。炭酸水が炭酸抜けてただの水になってる。いいじゃん。はーい。え、ごめん、どうした？あ、来た来た。逃げて。すごい、油断も隙もない。なんだここ。まひろちゃんを助けようと外に出た瞬間、ははは、まひろちゃんがそこ登りきるまで隠れてるわ。うん。まあ、びっくりした。ん？どうした？はい、はい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 。本当に動画に向いてるゲームだね。カットどころ結構ありそうだよね。うん、配信より動画向きだよ。よいしょ。ん、
どこにあったっけね。全然覚えてないうん。ね。こんなとこにはないよな。これも違うもんな。感化室？庭にいっぱいあるとかあるかな？庭にね、1箇所か2箇所ぐらいあったんだけど、もうね、今は回せないみたいな言われたんだよね。あ、そうなんだ。もう一回挑戦してみようかな。なんか誰か今っすごい。て何ですかってある。明日って今さ？ みたいな。なかった、こっちには何も。庭の方行ってみよう。あ、そうか、ここは車だから。ここにね、1個あるんだけどな。バルブを回すことができないって言われちゃうんだよね、ここのやつ。謎。どうした？女の人が。すごい。電気が走ってる。あ、今の電気回路オンになった、もしかして。今ので。真ん中の女の人の、本当だ、1個スイッついチて押しる。た。うん。わあ、追いあ、かこけれられもてる。回路だったんだ。知らなかねえ、それ、あ、でも確かに繋がってはいるもんね、赤いのが。ってことは、外のやつも押せるようになったとかね。あるかもしれん。な、無理だった。無理やった？無理だった。あ、やばい。総開ああ、始。総回信始まった。やばいやばい、遅刻遅刻。遅刻。外の回せないやつシリーズは何だろうね。押せるようになんなかったかな。1個はね、なんなかった。もう1個や、もう見てみる。順番があるんだとしたら、そっちを押したら押せるようになるかもしうれないね。ん。やっぱまあ赤いやつが繋がってる先、どこなんだ。イリオン。あ、やべ、あー、あ、がぶたがぶた。生きた。ギーン。そう、その先にあるからね、なかなかいけんのよね、今。ははっ。あれは押されてんだもんな。そう、あれは押した。やっぱ赤い線が通ってるとこだよね。そうなんだよね。で、これが通ってる先は？地下にも行ってるよね、それ、そっから。地下にさ、通ってそうんのそう。に。ただ地地下下ののや1つは、あれを個、入れたやつだよね。電源入れたやつ。そう、で1個つけたから。あ、1個回せるようになった。あ、本当に？あ、本当だ。あ、じゃあやっぱ順番があるんだ。入り口の方から順番にとかやんなきゃいけないんだ。そういうことだね。では？オッめっちゃ笑っケー。てる。笑って。ごらケんよ。イ。みんなにみんなに会える。これもオッケーじゃん。これがノアルの。これがここにつながってる。電源。ああ、入った入った入った。あ、すごい。マジ？その辺に1個あった？あったよ。わお、見えてなかった。ん？何階にいる？外外外。あの、ベッド？
どう？じゃあ私1個つけるね。うん。いた。押しますよ。あとコンパネ。押しますはね、い。コンパネ。はい。設置を起動するって何？あ、それね、さっき向こうにあった。あ、あった。上の段は両端をオンにして、うん。下の段は真ん中だけオンにする。計3つ。はい。あ、起コン動、パネオンになった。多分これ。お、頼ん押しだ。まーす。ティーン。花火。お、電源がついた。はー。うわ、来ま綺麗し流してる。た。はは。うわ、もうこんな、バックトゥーザフューチャーみたいな実験。本当に。はっ、お、すごい。何？向かってきた、向かってきた。え？え？どうするの？うわー、ニコラテスラ。ははは。オンにしあ、オて。ンにした。うん。あ、おのおのに。わあ、すーごい。こいつはいい。き汚ねえ花火。ははは。でも1個目と違って救えないんだね。あちっそういうことなんだね、どっちも。これは無理じゃないああ。か。これはですね。これは読めないですね。霊媒師を殺さずに怪物を退治する方法を考えられましたね。ああ、そういう素こと晴らしか。かったです。何ですか？なんとかなん。何かの3文字と霊媒者は、病院で行われていた実験について考えました。そのうん。オカルト、団体、え、わかんない、オカルト、は、な、電磁波を使って、をコントロールする方法を研究していました。このように、作られた生き物は、同時に、生者の世界にも、死者の世界にも存在しうると考えたのです。それを使って、異世界と交信することを望んでいたのです。え、もしかしたら、悪魔そのものにも捧げるかもしれないということでしたかな。なるほどね。しかし、ああ、もう無理。世界を、人間に対する、に溢れてました。電流を取り戻した？違う、なんだかを取り戻した。怪物は脱走し、病院内で捕まえられるなんだかをすべて殺しちゃった。カルト教団の実験が詳しく分かった。分かりました。そして何より、このなんだかとなんかの力のつながりが永遠に断ち切られましたって書いてはははは。とりあえず霊媒師を殺さない方の結末を迎えられたから、ってことなんだね。生きて捕まえられた、助けられたってことかな。霊媒師たちはじゃあ捕まってたってことなのかな。うん、利用されてたのかな？あねの怪物を動かすために。え。はあ、まあ、よかっよたかっね。たよ。よかっクリアたできよ。ました。はーい。はーい。で、オカルトは新ステージもね。追加されるらしいので、楽しみだね。楽しみだね。動画か配信かわかんないけど、やっていきましょはーい。う。はーい。じゃ、んバイや。ババイバーイ。ああ、終オッわれた。ケー、よかっ終わた。れた。